1号ぐらいでいいかな。1号半ぐらいにしとこうかな。授業にちょっとね、お料理もちょっと真面目に作ってきますよ今日ね。すぐできちゃうんでね。フォーエバーラブだ。エバーラスティングラブとかね。くんのタレじゃないのそれ。こういうことね。ノブ。ネギ焦げちゃったわ。やべ。全部入れちゃいますよ。それをとりあえず入れとけば、まあバッチグーよ。色合いがね。感じでちょっと味見。グー。富士山の形だよ。プリン型だよ。プリン型決めて、ここからまずは盛り付けてから、そこから着色をね。パパパパパッとね。ちょっと待ってね、マジ緊張する。あら、普通にゆで卵になっちゃってんじゃん。変わってておしゃれじゃん。ほら、もうグラデーション綺麗じゃない。味は変わんないから、ね、色がついてるだけ。くーくー、おいしい。赤字お茶ばかり、ありがとうございます。これカルグンソだ。今日はニンニクたっぷり入ってるから、明日にね。ちなみに明日一日見れるよっていう人どれぐらいいる？あ、結構いるね。まあ土曜日だからね。だから4時間4時間、まあ録画結構5個ぐらいになると思うけどね、富士山の句。星3つおめでとうございます。何人でも、ナオキニさんチームは、あ、ガソリンもない状況ね、今ね。電気止まってたから。出ちゃう、今日。配信なんて。ご飯は 1.5 合。北海道の 中に通って新幹線。全部食べる。うめえもん。レシピはね。ね、程よい。程よい。ちょっと甘口にする。でも明日ちょっと天気が心配だよね。天気はどうなの？あー、栗もやま、ありがとうございます。
上りがちょっと雨降りそうだね。下りは10日間ぐらい、本当はそこの湖にしたかったんだけど、まあ樹海ってイメージでね。ニンニクはどのタイミングに入れた？玉ねぎ炒めてるとき結構ね、今もう前乗りしてる人もいるでしょ。富士山頂上は寒い、5度。5度ってどんな世界なんだろう。あ、エビゾウさんは何、朝に富士山ついたんだ。うん、そうだね。ってことはどこで寝んのよ。あのシャープバッグだ。一応チームはね、4チームか5チームぐらいあるんだよね。チームはどこで確認できるの？ムービーがある。3人前ぐらいあるよ、これ。減ってる減ってる。新米さんとか公式ではアナウンスされてないねえ、楽しみだよね。明日機嫌悪かったら最悪だよね。そばも来れないと、39歳なのかな、ね、いくつなんだろう。40ぐらいの間ぐらいかな。私より年上するのは分かるけどね、明らかにね。まあ確かにね、本当に急に体調悪くなったら、まあギリギリな、急に悪くなることもあるからね、やっぱね。本当に体調不良なのっていうのもあるんじゃないの、中に。ね、信用できないんじゃないの。ドタキャンじゃなかった、ドタキャンというか急にあれじゃなかったの。100キロ超えてんだからね。マナミンちゃんはね、一回ね、一緒にオカマチームみたいので、あの最初登るって言ってたのね。あ、一緒にやりましょうみたいな感じでね。でもまた LINE 来て、あの半月板のね損傷があるから登れませんって連絡が来た。ハチ君もういいよって言いながらちょっとギリギリで、あ、やっぱやめるみたいなね。この間じゃないけど、ちょっと待って、あと一口が食べれない。これもうあとこんだけなんだけど、ほらもうダメだ、パワーが足りない。オラにパワーを分けてくれ。かな。ちょっとお腹痛くなってきた。ちょっと終わります。